ご視聴くださっている画面前のあなた、こんにちは。パン研究家の内橋です。いかがお過ごしでしょうか。本日紹介するパンは、昨日の富澤商店さんで購入させていただきました商品の紹介動画でもですね、お話しさせていただきました。こちら、製パン用のサラダミックスを使ってパンを作ります。これね、食べるとね、すごくですね、香辛料が強くて濃厚な味だったんですよね。で、やっぱこれを生かしたいってなると、おつまみパンじゃないかなっていうふうに思ったんです。ですのでね、今からね、まず製パンの工程動画をね、皆さんに見ていただいて、これね、見るとね、絶対作りたくなると思うし、お酒もですね、飲みたくなると思います。まずはですね、張り切って作っていきますので、製パンの工程動画からご覧ください。どうぞ。本日使用する食材が、ボウルの中に純強力粉、本日はリスドルが入っておりまして、インスタントドライイースト、塩、そしてモルト水。これがですね、本日のメインのサラダミックスになります。そして水をですね、準備してください。純強力粉が入ったボウルの中に、塩とインスタントドライイーストとサラダミックスを加えます。まずこれらをですね、しっかりとこの時点で合わせていただきます。このようにですね、ボールをですね、少し振りながらですね、そして右手でこうヘラを回すと、馴染みがですね、非常に早くなります。こんな感じになれば大丈夫です。このようにね、しっかりと馴染ませてあげてください。そして次に中心をですね、くぼませていただいて、ここにですね、水とモルト水を加えます。そしてですね、軽くなじませていって、切るようにですね、全体を合わせていきます。そしてこのようにですね、ある程度ね、生地が馴染んできたら、今までね、切るように混ぜてたのを少しこねるイメージで生地を合わせていきます。そしてこのようにですね、しっかりと生地が一塊になって、表面にですね、粉気がなくなるまでまとめていただければ、仕込みはこれで完成になります。生地をきれいに整えていただいて、ラップをして一次発酵へと移ります。では90分の発酵が終わりましたので、今からパンチを行います。軽く生地と作業台にですね、打ち粉をしていただいて、生地をですね、まず作業台に移します。そしてこの底になってた荒れてた部分ですね、こちらをですね、中に巻き込むイメージでパンチを行います。この際にですね、発酵してガスが発生しているので、大きいガスをですね、抜きながら、そして生地をですね、あまりですね、引っ張らず、やっぱ引っ張ってしまうとね、ここがね、切れてしまったり、生地の表面がね、荒れてしまうので、引っ張りすぎないようにしっかりと巻き込みながら生地を張らすというのがポイントになります。軽くガスを抜いていただいて、生地を底に入れ込むイメージですね。底に入れ込むイメージでしっかりと丸めていきます。そうするとですね、このように生地がプリンと張ったような状態になります。生地はね、しっかりと水和しており、ぷっくりとですね、そして艶やかな表面になっています。こういう状態になればですね、最高です。では再度ですね、ボウルに入れていただいて、2回目の発酵へ移ります。こちらが30分の2次発酵を取った状態の生地になります。これで合計がですね、2時間の発酵となります。このように水分はね、しっかりともう水和して、生地にベタつきはないです。軽く作業粉振っていただいて、2回目のパンチを行います。そしてこっからのパンチはですね、形をですね、もう作っていく工程になりますので、先ほどとはね、ちょっと異なります。これがね、今荒れてる面になります。少しですね、トンとしていただいて、ここに筋を作っていただいて、生地をですね、巻き込みます。そうするとね、このような状態になるんですね。そして上からね、軽く押さえてガスを抜きます。そうすると薄いですね、ナマコ型になります。そしてひっくり返していただいて、今こちらがですね、荒れてる面になりますので、軽く生地を整えて、そして次に手前からですね、生地を巻き込んで長方形の形にね、仕上げていきます。そしてこの時の注意点なんですけども、ここにね、粉がついてしまうと、粉を巻き込んでしまってね、焼き上がった後に中にね、粉の層とかがね、できてしまって食感が悪くなるので、この部分にですね、粉があまりつかないように気をつけてください。そして巻き込む際は、ただね、こっからくるくるくるって巻くんじゃなくて、少し生地を引っ張りながら巻き込む。これによって生地にですね、張りが出てきます。で、この張りがですね、最終的な膨らみ、ボリュームにですね、影響するので、ここはですね、生地をただ巻くんじゃなくて、少し張らせながら巻くっていうのが非常に大切になってきます。こんな感じですね。そうするとね、ちょっと筒型の長方形みたいになります。では、このままですね、3回目の発酵を取ります。
ちらが3回目の発酵ですね、トータルで2時間半発酵を取った生地になります。今からこちらをですね、分割成形していきます。このようにですね、分かりますかね、コシがあってね、ぷっくりとね、生地が張ってるのが分かりますか。これがですね、しっかりと生地を張らせながらパンチを行うことによってこういった生地になるんですね。しっかりと生地を張らせられないと、この時点でね、生地にコシがなくてね、デロンとね、だれた状態になってしまいます。ですので、このようにコシが上がったですね、生地になってると、もうですね、完成間近ですし、美味しいパンにですね、なること間違いないと思います。まずですね、しっかりと作業粉を振っていただいて、生地をですね、上から押さえながら形を整えていきます。そしてね、押さえるときはね、あまりこうギューって押さんと、軽くですね、手をですね、お椀型にしながら生地を伸ばしてもらう。そうすると大きいガスは抜けるんですけど、このようにね、細かいガスはですね、しっかりと残ります。この細かいガスを残すっていうのが非常に大切です。これをね、潰してしまうと風味もなくなるし、生地もね、しっかりと膨らまないのでね、ここは潰したらダメです。これはですね、重要ですので覚えておいてください。この時点でのサイズはだいたいですね、まあ、23センチぐらいで、高さが12センチですね。で、厚みがですね、約2センチですね。ではですね、ここからが分割成形になるんですけども、この生地をですね、縦に4等分にして、それをですね、ひねってツイスト状にしてスティックにしていきたいと思います。そしてその際の注意点なんですけども、ご覧のように真ん中はね、しっかりと厚みあるんですけど、横に行けば行くほどですね、薄くなってしまいます。ですので、綺麗に4等分にしてしまうと、真ん中2本がですね、生地が多くて、外側がですね、生地が少ないっていう状態になってしまいますので、まず半分に切って、少しですね、サイドの部分を大きくしながら4等分にしてください。このようにまず2等分にしたら、普通に真ん中で切るんじゃなくて、少しですね、真ん中寄りにすると生地の重量のバランスが取れます。真ん中よりも少し中心よりですね、ここですね、ここら辺で切るといい感じです。そして次にこれをですね、半分にまた切って、ツイストにね、ひねっていってスティック状にします。で、この際ですね、指1本分は置いといていただいて、こっからですね、半分に落とします。指1本分置いていただいて、そこをですね、まず真ん中を中心にして2つに落とします。そしてね、先端を持ってあげて、あとはですね、交互にクロスすれば完成になります。で、最後ここまで来たら、あとは少しこういう風にひねってもらう。そうするとこのようにツイスト状になります。そして最後のこの部分ですね、ここはですね、しっかりと巻き込んでいただいて、そこに入れ込んでいただければ完成になります。では、あとはですね、鉄板に並べて最終発酵を取って焼いていきます。このようにですね、可愛く、そして色鮮やかに仕上がりました。はい、というわけでですね、こちら最終発酵が終わりましたので、今からですね、仕上げて焼いていくんですけども、せっかくなのでですね、4種の味にして色々とですね、食べ比べたいと思います。まず1つ目はプレーンで、そして2つ目はチーズと七味です。そして3つ目はですね、レモンオリーブオイルですね。そして最後はですね、オリーブオイル、普通のエクストラバージンオリーブオイルと塩とブラックペッパーで仕上げます。はい、というわけでどうでしょうか。めっちゃ美味しそうです。焼いていきます。はい、というわけでですね、こちら焼き上がりました。どうですか。めっちゃいい感じですよね。香りがね、すごい、このなんかエスニックな感じがするんですよね、香辛料が多いから。ではね、ちょっと早速食べたいと思います。皆さんいつもごめんなさい。いただきます。パン生地はセミハードで、こうパリッと香ばしく焼き上げておりますので、しっかりとした食べ応えもね、ある程度あるんですよね。で、しっかりと噛み締めて味わいながらお酒を飲む、これがですね、美味しいんですよね。では、なるほどね。うん。
やっぱりですね、パンに入れても濃厚でした。で、このバジルとコンソメパウダーとガーリックかな、これがね、結構効いてる感じでした。もうこれはね、完全におつまみですよ。お酒がね、もう間違いなく進む。個人的には白ワインがいいかなって思ってます。でも白ワインないから、今日はですね、オールフリーと一緒にね、これを今から食べていこうかなと思っております。でもね、こういう風にね、このサラダミックスって僕知らなくて、視聴者さんにね、教えていただいたんですけれども、いろんな食材を使ってこうパンを作るってね、やっぱりね、こう楽しいなって思いました。久しぶりに新しいこういうね、食材を使ってパンを作ってから、なおさらね、いや面白いなって思いました。ですのでね、皆さんもですね、まあもしよかったらですね、富澤商店さんにこちら売ってますので、購入してみて作ってみてはいかがでしょうか。そして本日の製パン動画もですね、とても簡単な作り方になってますので、ぜひ自家製パンライフをご自宅でお楽しみください。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンと、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いできますことを楽しみにしております。じゃあね、皆様また会いましょう。バイバイ。というわけでですね、本日の動画はいかがだったでしょうか。あの後ですね、4種類食べ比べたんですけど、私はですね、ダントツでチーズが好きでした。チーズがね、やっぱ濃厚なんですよね。そして七味のピリッと感っていうのもあって、で、中はですね、このサラダミックスのシーズニングの香りがして、もう抜群にですね、お酒に合いました。皆様もですね、ぜひいろんなアレンジをしていただいて、皆さんのおすすめのですね、コンビをですね、見つけていただければと思います。ぜひぜひお試しくださいね。いつもありがとうございますね。じゃあね、バイバイ。